北京政府時代には、対外交渉の職に、主につく。後に、中華民国臨時政府、南京国民政府で養殖を務めた。自は、ハイさん。北洋水師学堂を卒業後、イギリスに留学した。帰国後、海軍に所属し、さらに、李交省の幕僚に転じる。1906年に、両好総督が門用務員、翌年には、 同様無分案に任命された。1913年4月、外交部石膏所得派交渉員に任ぜられ、1916年、厚生省都督理順の高等外交顧問となる。翌年8月に、理順が、チャンス都督に移ると、温予賃もこれに随従した。1920年10月、金両関監督兼チャンス賞交渉員となり、翌年には、 ワシントン会議に中国代表名誉主義として参加している。1923年より、それまでの対外交渉の功績により、特命全権大使として偶される。1924年8月、直令派の後ろ盾により、チャンス賞交渉員健康会館監督となった。間もなく、第二次、笹口家戦争により、直令派は敗北したが、 恩は法典派の高祖ただし弁、要堺帝の地偶も得ている。後に、国民革命軍が上海を占領すると、恩は日本に亡命し、中国政界から引退状態となる。中華民国臨時政府成立後の1938年1月、恩予賃は、日本の指示を受け、天津海館監督兼河北省銀行幹事、関税整理委員会委員長に任命された。 電業講師、電車講師当事長、新民会会長、水災救済会会,会長、河北省銀行主席官委員なども兼任している。鬼予賃は職務で着実に実績を上げ、日本の天津特務機関から近い将来の天津特別支視長として押されるようになる。そのため、当時の天津特別支視長であった反育葛らは、抜くと清掃を繰り広げた。 1939年、天津の地元人士や天津特務機関からの指示を喪失した藩は、市長を辞職する。恩がこれを継いで公認の市長となった。南京国民政府成立後も、恩予知が引き続き天津特別市市長を務めた。このほか河北防教委員会天津分会会長、天津市近藤根鉄運動委員会委員長、 河北政務委員会委員を兼任している。1943年3月、天津市長から罷免された。日本敗北後の1945年、温予鎮と元中日講師の女僚は、紹介席の国民政府により、官官として逮捕され、死刑判決を宣告された。しかし、二人とも執行されることなく、天津市でそのまま収監され続け、 中国人民解放軍による天津攻略が間近に迫った1948年末に一旦釈放されている。翌1949年1月、新たに成立した天津市人民政府により恩と女は再び官官として逮捕された。中華人民共和国成立後の1951年7月10日、恩と女は天津市当局から死刑を宣告され、 前身氏の昭王創形状で、直ちに執行された。恩、狂年75、恩を陳別影。ありがとうございます。